サブチャンネル、チャンマーでございますよ。のみさーでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。早速、ドン、これ。延長戦でございますよ、先生。いやー、残留争いの、この、当たり目標っていうんですか、先生。はい。こんなね、酒の飲める、うん、まあ、飲まざるを得ない、当たり目があったかっていうことですよね。イカ以外で。これ、皆さん、そうでしょう。ねえ、そうでしょうね。これはすごいなと。この後優勝争いの方も ね、 そうだね、同じ表がありますけれども、ね、うん、先生と今日はこの2本をね、はい、夕方5時に撮らせてもらいましたけれども、もうこれはサブちゃんはこの続きをね、だらだらとこ喋ろうと、なんならこの表をねコピーしてね、うん、今から高円寺起点に行って人呼んで飲もうがっていうぐらいの気持ちでございますよね、うん、ただ今日は徹底予想チャンネルも夜 ね、 ね、オンラインでございますから、あるからね、なんだ徹底予想チャンネルをもう高円寺起点でやりたいですもんね。もうオンラインとか疲れましたもんね、みんなでこう一生瓶でも組み交わしながら、あでもないこうでもないと言った方がねいいなって思いますよ ね、 ね、もうシーズン残りもそうしませんか、うん、いやー、そうしたいねー。川端さん、清水さんのどっちかのお家でやりませんか、もうこれ。オンラインは疲れますよねー。本当に。そうだねー。ちゅうわけでございますけれども。はい。いやー、えぐみざわでございますけれどもね。えぐいね、やっぱね。もう、熊本大分からしたらよ。うん、おういや冗談じゃないと一緒にしないでくれと。もうこの話は終わってますよと、残留は前回でもうこれ6話してるわけだから。そうなんだよな。ね。もう6追いつかんだろと、残り7試合でと。てか、うん、こっちは負けなきゃいいんだからってなってるでしょう。そうだね。そうはいかないんですよ。そうだ、そう。なんだよ。ごめんなさいね。栃木出身なもんですから。ね、鹿児島の方そうですよね。ね。そりゃそうだ、ね。群馬の方だって可能性ゼロじゃない。そうだ。諦めたらダメっていうことでしょ、うん、ほら、食らいついていくためにはどうしたらいいのかなっていう話をね、まあ、あの、ミロアカ本編ではね、うん、視聴者の方も登録者の方も多いのでね、うんうん、あの、フラットに喋ってきましたが、これサブチャンネルですから、はい、お前、栃木目線でいきますよ。でも、まあ、栃木目線で喋るのが一番面白いんじゃない、これね。いやでもそうだと思うよ。清水と横浜 FC が控えてんですよ、36、37に。そこまでに稼がないといけないんですよ、これは。そうだね。群馬と当たるからいいとかって大間違いなんですよ。こういうとこはプレッシャーなんですから、すごく。いや、そうなんだよ、ね。絶対に勝たなきゃいけない、そして群馬というね、この永遠のライバルですよ。ね、群馬だって最後、栃木だって土つけてやろうっていうね、シックポイントですから、必死できますよ、これは。そうだよね。ね、これ、アウェーなんだか、うん、ホームランだか、どっちだ、これはちょっと。あ、ちょっと見ましょうね。これも書いておけばよかったね。いや、すごい、これはなんかすごいな、いわき。いやー、そうだよね。いや、強いんだよ。で、その前に、これ、鹿児島なのよ。それはもう散々ね、そうなんだよね。の方で喋りましたので。ええ、うん、はい、これは必死でしょ。ちなみに、ね、うん、群馬戦も群馬ホームですね。群馬ホームでしょ。うん、ああ、そうですよ。これは鹿児島栃木の32節、うん、勝った方が残るっていうか、まあ、鹿児島が勝った方が面白いよね。言ったらその全体的なあれは並ぶわけだから、完全に栃木とね。そうだね。なんだ、勝ち点差で1個上回るわけでしょ。そうだね。だ、正直あくまで過去の、うん、過去のデータ限定で言うんだったら、うん、ここで栃木鹿児島で栃木勝ちましたってなったら、うんうん、まあちょっと決まるもの厳しくなるよね。厳しくなる。だいぶ鹿児島群馬は厳しくなるよね。栃木としてもこの、なんていうんですか、上への挑戦権を得る準決勝みたいなもんでしょこれ。いや、そうなんだよね。あ、そうはさせるか、鹿児島でございましょう、これは。そうなのよ。なるほどね。で、大分はでも横浜なのよ。そうなのよ。だから32で足踏みしてくれる可能性があるんじゃないかっていう期待もどうか持っちゃうわけでしょ。そうなんだよね。その後藤枝も来て長崎なのよ、大分はね。これ他力になって申し訳ないんだけど。そうなのよ。しかもね、先生発見してくれました。なんと34節は、はい、うん、長崎の新スタジアムこけら落としらしいじゃないですか。これは長崎強いですよ。先生、そうなんですよね。そういうことでございましょう。そういうことでございましょう。めちゃくちゃ強いよこれ。だから栃木鹿児島連合軍はですね、ここでグッと詰めなきゃいけない。ね、しかしその裏で我々横浜 FC となんですよ。違うあれだ、鹿児島がだ。鹿児島がね、横浜 FC。そう、これは厳しいですね。なかなか厳しいですね。そうだね。清水と横浜 FC のところは一回。ね、ちょっと忘れて、うん、それ以外で勝ち点取られて追いつかなきゃいけないわけでしょう。
だからまさに栃木としては35節群馬戦終わった段階で大抵大分と並んでるか上ぐらいじゃないと厳しいかもしれない。大分群馬を残してるしね。そうなんだよね。でただこれあくまでただの話をしますよ。まさに今熊本が厳しいから結構あれかなっていう。熊本も最後当たりが厳しいよこれ。ただあくまでちょっとワンチャンな話していいですか。ワンチャンワンチャン、はい、あの今横浜 FC が勝ち点69で首位です、うん、で2位清水が68で2位なんですよね。で3位長崎が57で3位なんですけど、うんうんうん、要はいわゆる2位の清水と3位の長崎で勝ち点11差あるんですよ。あ、はいはい、となると、うん、実はこのペースで実は36節ぐらいまでいくってなったら、うん、要は栃木が清水とかと横浜 FC と当たる段階でもうこの2つは自動昇格を決めてる可能性があります。おお、なるほど。で過去のあくまでこれもデータなんですけ ど優勝決まりましたとか自動昇格が決まって残り試合はっていう風になると、うん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 、そのチームは結構負ける確率が高まります。緊張感というかね、どうしたって人間ですから。いやただ優勝争いするでしょ。そうなんですよね。言うと思ってるのはおい佐藤、おい佐藤、余計テンション上がるだろそれは。安心も手に入れた後、あと栄光取り行くんだ、テンション高いに決まってんだろ。おい佐藤、それ1位と2位の差がついてたらそれはね。そうなんだね。ふざけやがって、ふざけやがってよ。そうでしょ。まあそこ次第だよね、結局はね。そうなんだよな。まあでもやっぱ自動昇格ってことの方が正直大きいっちゃ大きいですからね。いやまあそうですけど ね。でもほらプレッシャーからも解き放たれよ。うん、伸び伸びやる。いや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 よね、うん、おーだしょ、優勝、馬も優勝ですよ。そんなふうに、だってお客さんが入るもんなんつったって。そうなんだよ、ね。ホームだろうが、アウェーだろうがね、そんな優勝を目指してんだから、これ。いやいやいや。最終節、徳島、栃木は徳島、鹿児島、岡山。大分は仙台。熊本は、そうか、清水か。清水ですね。そうだね。そうよ。最終節までわからないっていう。わからない。優勝争いで本当最後まで行く可能性はありえますからね。自動昇格がその前に決まってると思いますけど。余計厳しい気持ちになったじゃないですか。遠征が今持ってきた情報で36、37想像したときに胸がキューッとなるわ。キューッとなるわこっちは。可能性。ね、いやでもね、最後にやっぱりこうね、あ、結果が出たところが残って、うん、ダメなところはしょうがなかったっていうことだから。まあ、これしょうがないよ、これはね。うん、いやこれは飲め、もう飲みたいもん、先生。飲んじゃダメなんで、今日夜仕事あるんだから、先生ね。仕事ある、徹底あるから、強いのが欲しい、ちょっと。今ね。楽観視したい。この色を消したい、僕の、あの、酔いで。酔うと消えるんですよ、この色がね。緑だ、赤だ、青だって関係ないもんね。ええ、残り試合があるだけでしょ。倒すべき相手がそこにいるだけでしょ。そうだな。白くなってやっぱね、頭回っちゃうから、これ色が入ってるのが意味としてね。飲んじゃえば色なくなるから。はい、まあ、まずはだから、まあ、でも、とにもかくにも、本当、今節ですね、はい、うん。栃木から、栃木も鹿児島もね。ダンディアンス全体的にいったら。パリ挑戦権獲得しないと、ここでお互い。そうですね。っていうのがまあ残念争い J2 ところかなというところですね。はい。いつまでも喋れるけど、こんぐらいにしていきましょう。皆さんのご意見もね、お寄せください。それぞれの立場でね。はい。はい、来ました。優勝争いでございますね。これも先生よくまとめてくれましたけども。ありがとうございます。まずこの AGL とか天皇杯とかの日程が入ってきてますのでね。えげつなすぎるよね。町田は8試合。神戸はなんと最大勝ち進んだら16試合あると。そう。天皇杯で敗れたとしても、まあ、13試合、4試合あると。それはあるんですよね。同じコンペティションとは言えないですよ、先生、これ。全く言えないですね。倍トラック回ってるのは、体力的には。同じ日程の中ね。だって400メートル走ベース、800メートル走みたいな、ね。いや、マジマジマジそうだね。本当そうだよね。うん。しかも800やりながら夜、外国行かなきゃいけないからね、いや、そうでしょう。お腹壊す人もいりゃね、肌もチンチンに焼ける日焼け止めとか使う。一方町田は日本の中でね、うん、本当にね、カニとカニに舌包みを打った後広島焼き食べてね、ご近所で戦っちゃその後九州行ってね、それもまあ大変なんだけどね。まあね、先生が見せてくれたこの京都ラインね。
斜めに積んだく。まずガンバから潰していこうという京都。ガンバから潰して神戸からね邪魔して広島邪魔して最終でつまいだ町田を邪魔しようというこの運命のいたずらか日程くんのねはんなりした気持ちかどうなんでしょうかということですが、なんとですね鹿島だけが救われたという思いきや、このストッパーね、この急にザラキをかけてくるこの爆弾岩と呼んでいますけど、このね京都の存在をなんと、このハテナの紫ですね。名古屋戦の後のねちっちゃい延期分って書いてあるところですね、こちら。あそこね、あそこそこ、はい、そこで京都とやる。そうなんです。しかもその川崎の前もひょっとしたらやるかもしれない。あー、みたいなそういうところもいろいろあって、そうなんだよね、そこで天皇杯で当たるかもしれないとかあるから ね、 ね、いや非常にストッパー今好調の京都、遠いよ、このまま全勝してくるんじゃないかでそうすると5位以内に入る確率もあるでしょ、これ全部勝っていったら京都は どうなんですかこれは。あるかもしれないね。けれどもね。そうなんとね。いやでもこれ神戸が優勝したら俺泣いちゃうと思うよ、この頑張り。これはやばい ね、 これはね。ちょっと無謀な試合数だもの、ね、これは。というストーリーもあれば、第38節、鹿島対町田、広島対頑張ってね、このたすきがけでございましょう、これは最終的な。そこまで神戸が息があるかってことですよ、ここの。いやーどうだ、面白いな、面白いな、面白いよね。あのハイボールください。あ、ちょメガネ、メガネ、あ、チンチロもお願いします。はい、チンチロまで。ここは串カツ田中カツ話ですよね、これ。奇数偶数で倍ですじゃないんだよこれ、ね、そうだよね、トータルでこっちが損する仕組みなんだから、ね、はい、そうですね。いやまあでも栄光に向かった戦いでも残留争いとはまた違った緊張感がありますけどもね。そうですね、J リーグっていうのは最後まで面白みが詰まってますね、これね。そうですね、はい、まあプレミアリーグなんだ始まったとかね、新しい FC24E フットボールも新しくなったみたいありますけども、この38節までやっぱここでしょ。そうだね。ねえ、これ高円寺のスポーツバー起点に勤めよう、我々毎晩この話して酒飲もうみんなで終盤戦当たり目、当たり目だけ打って、ね、当たり目で飲む会私が講釈して毎日さあ始まりました、この残りの8試合パンパンっつって町田広島神戸さあお慰み鹿島と頑張ってございます、ドドンっつってね。ちょっと面白すぎて イヤホンじゃが抜けて、俺今何も聞こえない。予想屋の格好してね。いやさあ、そして指して話を残留争いの方に向けるとトトン、このように票が変わる変わるとどうなる、気持ちがゾワゾワしてくるではありませんか。さあ熊本大分栃木鹿児島、さあ鹿児島のいい焼酎が今日は入っております。さあマスター出しちゃって23ポイントからの旅、上には大分32、ね、熊本も油断できない最後の4節、山口山形仙台、最後はシーズン、その時に優勝が決まってるか田舎が大きな分かれ道。得意だな、まずこれな。そんな居酒屋やりませんか、ね、あの毎年9月下旬からやりましょう、ね、最終節まで毎週これあの当たり目講談を私がやらせていただきますので、酒が売れますんでね、タオルマフラーだけ売らせてくださいそこで、ね、どこのお店でもいいんで皆さん、ね、募集してますんで、私が適当なこと言ってるの先生がちゃんとじっくり喋ってください横でね。シャモシャモなんかシャモシャモなんか食べながらね。そこでまずいろんなところにお酌しに行ってんだろうな、それもちろんそうですよね。えさあもう飲まずにはいられないでしょってね、もう酔っちゃいましょう、忘れちゃいましょう、グビグビ飲んで忘れちゃいましょう、気がつきゃシーズン終わってるぐらい今日は飲んで帰りましょうで一節終わるとまたストーリー変わるからね、またね、またその週末できますから、私をそういう雇っていただきたいと思いますね。楽しいと思いますけどね、みんなでね、そうだね、だってせっかくこういうところに飲まれてるわけだから、
楽しまないと、うん、その苦境を、ね、ただ落ち込んだり焦ったり怒ったりしたらしょうがないですよね。そうだね、で皆さんが集まってこのエンターテイメント、最高のエンターテイメントをみんなで、ね、シェアしましょうっていうことですよ。ユニフォームで集まって、いやそうね、そう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 、いいじゃない、うん、プレゼント交換とかしましょうね。本当にね。いやーねー、まあこんな感じになるので、あとはね、できれば本当今年のやっぱ優勝争い、はい、昇格争い、あとこういう残留争い、やっぱり本当いろんな面白さあるかなというところがあるので、うん、ちょっと毎週毎週ね、ちょっと動画の方にもしていきたいなと思うぐらいなので。うんうん、本当ね、動画といえばちょっとショート動画編集すぎて20話になってきちゃったね、ちょっとね。なんかご飯とかもうちゃちゃっと食べすぎて、ね。いっぱいやってるもんな、ね、今な、はい。これはいかんね。これいかん傾向だね、これはね。よくないね。で、時にね、ちょっとあの、順位表と関係ないんで、はい、今盛り上がってるあのね、うん、サードチャンネルのラジオの方であの、餃子のタレをね、うん、こう、ラー油醤油お酢の配分。うん。これはあのね、433とかいろいろあるわけですよ。541。はいはいはい、はい。先生どういうとこですか？俺550かな。あ、ラー油入れず。あ、お酢なし。お酢なし。お酢は入れない。あ、そう。お酢アレルギーとは関係ない？単純に苦手です。酸味が。はい。ほら。レモンの酸味はいいんですけど、お酢の酸味はちょっと勘弁願いたい。そういう方は初めて、なるほど。まあ、どっちかっていうと酢多めの醤油少なめ、ラー油普通みたいな。あ、まあ、だからバックライン酢で5ですよね。醤油4、まあ3ぐらいかな。で、ラー油結構2ぐらいですね。54、532ぐらいのね。酢醤ラーです。と、いうことは、あなたはあの、何ですか、6バック3ラー油ぐらいですか ?4 ラー油ですか、いや、2列。910ぐらいかもしれない。910。ラー油9。ラー油9、うん、もうそれはそれで酸味来てるよ、あなた。ラー油多すぎ。そう、もうラー油よ、それは。910か820ぐらいか。相変わらずあれですね、一般論とかけ離れた人だな、あなた。なんかぶっ飛びすぎていつも話になんないんだよな。なんかみんなが盛り上がる話が盛り上がんないんだ、あんたと。いや、ある意味も俺、先生。そうっすね。ラー油が何？ 9。 うん。醤油いらないでしょ、じゃあ。もうちょっとあの、塩味、もうちょっとだけプラス香らせるぐらい。塩味なんか、もう負けてないって、そんなの。それは工業高校の女子みたいなもんで、いないのと一緒だよ。一人二人クラスに行ったところで。それをいると塩味とは言わないよ、そんなの。もういないのと一緒になっちゃうよ、これは。いやいや、言いすぎて、いるんだよ。いるんだけど、ね、そんなことまで嗅ぎ分けれない。ラー油って強いんだから。あんなヤンキーばっかいる中で可憐な少女がいてもさ、少女がいることにならないよ。だんだん2年生になったら髪の毛も茶色くなってくるよ。ね、いやいや、まあまあ、わからんじゃないけどもさ。そうだね。辛くないの、それ。それ餃子につけてるんでしょ、うん。そうですね。なんかね、まずお酢に関しては、あの30歳超えるまでも知らなかったって感じですね。お酢を知らなかったっていう、あのお酢、あの餃子にお酢ってのが、うん、っていう、なんかお酢にほら胡椒で食う人もいるんだよ、醤油くっつかないで。もう今初めて聞いたレベルで、なんかそれをなんかやってる人もいるんだよ。胡椒、でも私が今一番おすすめしたいのは、やっぱハフハフしてプレーンなやつ、ハフハフして噛み砕いたとふわっと香りが上がってきた時に、あの純米酒をちょびっとお醤油ぐらいね入れていただいて、上がってくる香りを鼻から出したらもうシーシャですよ。ね、ぜひ皆さんこれお楽しみいただきたい。日本酒が調味料だってことお忘れじゃないですか、これね。外をかけっこしてね、こうサイダー飲みたいな、ここ飲んじゃダメなんだよ。ね、シャッと舐めながらね、お通しをこうチュッと舐めるわけ、それと味がかかってくるわけよ、そうそうね。それ何回も繰り返し、トラさんが言ってました。ね第27作で三つ尾に言ってました、これね。違うかな。あ、でもだからまずあれじゃ、飲む人とさ、はい、飲む人と飲まない人でも違うのかもしれないね。あ、どうなんだろう。でもね、うん、これは飲むじゃなくて舐める感じで先生もお試しいただきたい。日本酒が調味料だと思って、あの小皿に垂らすぐらいでいいのよ、本当に先生。ね、餃子漬け食べてみなって美味しいから。わ、合わないわけないんだから、米からできてんだから麹と、ね、塩麹だ、作ってんだよ、一緒だよ、ね、ご飯バクバク食わしてくれ。いや、ご飯バクバク食えますよ、それで。ね、一回行ってみていただき、もうただご飯もね、そのいっぱい食べれないんだよ、我々は。おじさんにあると、おじさんなら、ちょっとこう舐めるね、舐めご飯ですよね。
そうか、10年後覚えとこう。そうだね、10年後に会いましょう。ね、いやー、ダメだ。そんな話でも、まだ残留争いが頭から離れない。ダメだ。今週末ね、栃木対鹿児島、ここ本当大きいですから。一番ですね、栃木ホーム。そうだね。これは一丸となっていくんじゃないですか。うん。ね。そうだね。あ、でも、今の話したら、ね、うん、餃子をこう焼酎で流し込みたい気持ちですね、今。こんな複雑ないろんなことが入ってきちゃってるから。その後栃木と鹿児島だろ。草津の湯にでも使ってね。いや、下の温泉かな、どっちかっていうとね。熊本で馬刺しも悪くないね。ね、旅人だわ。もう心のね、心の、お金はないんでいけないんですけどね。そうだね。今日もお耳汚しを、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。なんか、うん、質問といいますかね、コメント欄を、はい、見せていただいてましたら、いろいろこちらのサブチャンネルに皆さんいただいてるということでね、ちょっと先生にこれ、お伝えしたいというかね、うん、こう、聞いてほしいみたいなことがあったかな、なかったかな、なんつってね、いろいろ今見てるんですけど、うんうん、起き抜けにそれ見てましてね、iPhone で写真撮ったり、ちょっと今、探していいですか。ぜひぜひぜひ。J2 の来期の人事編、お願いしますっていうの来てますよ。ね、人事編、結構反響あったでしょ、監督の。来期人事の動画ね。なるほどね。あれ J2 もちょっとやんなさいよと、バカと。嬉しい話ですね。そうですよ、そうですよね。これちょっと先生伝えましたんで。わかりました、ぜひぜひお願いします。そしてね。かしこまりました。はい。パスさんという方。多分これサムネを見てだと思うんですけど、先週はあんまり日本人が活躍した話はなかった気がしますよ。遠藤さんは出られる、久保さんも結果が出ず、三笘さんはチャンス外すし、躍動はしてないと思いますよ、うん、ってあのね。サムネだからしょうがないんだって。分かってくれよ。分かってくれよ。いやいや、でも僕らはちゃんと言ったはずで、それで岩田智樹が点決めた話しか全然残してますからね。話してるでしょってね。嘘ついてないのよ。こんな言い逃れ、三笘とか言い逃れみたいになってあれだけどね、うん。そうじゃなくても分かってくれよ。日本人で代表組じゃないところの方々は、はちゃめちゃに活躍あったから、その回を僕らはやったんで。少年ジャンプの表紙とかでね。うん。明日は晴れるないみたいな表紙ないでしょ。夢も希望もないみたいな表紙ないでしょ。そうだね。いや、そう、うちに聞いてないです。あと先生、これは最後にお伝えしたい。はい。竹瀬武志武さんって呼ぶんですか。もう、先日我々はいろんな話をぶっ込みましたね。リンク貼っときますと、うん、うん、うわー適当に喋って、これ全部私がリンク貼っときますと、うん、ね、あった、そうか、最後私がめんどくさくなっちゃって、いや、やっぱり誰か貼ってくださいと、ね、うん、とんでもない流れにしたじゃないですか、なんとこの C たけしさん全部貼ってくれてます。マジ。ありがとうございます。ヴィッセル神戸のゴール、アルナスルのゴール、チェイス・アンリの活躍、荻原拓也のゴール、全部リンク貼ってもらってます。久保建英さん、マジョルカの、リンクですね。そして斉藤光輝、 EFL カップ、カラバーカップ、川田大地との戦い、こちらも貼ってくれてます。そしてすごいでしょ。そしてなんと梅沢富美男の夢芝居も貼ってくれてますね。そんな話したっけ。恋のガラクリポキョ、ね、ありがとうございます。これやっぱこう、その一に応えてここでお伝えしなきゃというね。嬉しいな。なるほど。ちょっと雇い入れたいぐらいですね。お金ないって、これ毎回なんか適当に言いますんで。え、助かりますね。じゃあ夏も終わりなんで、ちょっとエモくて、うん、本当に私大好きで泣きそうになって、昨日も言ったかもしれないですけどね。ニュージーンズのハニさんが歌うシーズンインザサン。これ本当泣きそうになるんですね。これ何なんでしょうかね。これおじさん、同輩のね、ご同輩のね、おじさんの皆様は、これ聞いていただいて、ね、これはもう貼っときます、私が。どういう気持ちになったかを明日教えていただきたい。いや、なぜこれで売るってなっちゃうのかのこう仕組みがわからない。まあでもなんか思い出なんだろうな、やっぱりな、ね、夏の終わり、ちょっと夏の終わり、青春の終わりみたいな歌っているような、歌われてる気になる。あ、チューブが歌ってるのが、僕だってチューブより全然年下ですから、浮かれてる歌だと思ってたんですよ、うん、歌の抑揚も。でも歌詞聞いたらね、うんうん、違うんですよ。ああ、そうなんだ。っていう、まあまあ皆まで言わないですけど、それをなんかね、今こう若い
ベトナム人の子らしいんですよ、ハニーさんは。あ、そうなんだ。はい、なんかハーフかな、韓国も入ってるのかな、うん、すごいなんかこう、エモいんですよ。ちょっと聞いていただきたい。まあ、そのリアルタイムで何歳でそのね、チューブ版を聞いてたかにもよるんで、先生はちょっと、まあ、あれ、はまんないかもわかんないですけど。そうだね、あんまり。でしょうね、でしょうね。これはちょっと聞いていただきたいなと。歌詞も含めですよ。もう、先生とこれ撮る前も8回ぐらい聞いたかな。ね、夏だぜ、楽しいぜって言うんじゃない。ね、おじさんの青春の終わりを歌われてるような気持ちになってもぐっと。俺ちなみにあれですね、森山直太朗さんの夏の終わりです、ね。生きとし、ちげえわ。いける。すべてのものを。違う。全然ちげえだろ。夏も終わりも入ってねえだ、少なくともそこには。花は枯れ、大地は。ちびまね。いや、どうしてもね、熱湯甲子園が出てくるんですよね。あ、夏の終わりってそうなんですか。そう、ちょうど。使われてたんですか。そうそうそう。俺、高校生の頃ですね。へぇー。そうそうそう。僕、モノマネでね、それでギターコード弾きながら、うん、森山直太朗さんが自分の性癖を、性癖を、ね、性感帯を発表するっていうネタありましたよ。ここ言えないです、ここで。そりゃそうだ。ハラハラの裏。ね、そこでジャリンってざわわざわわしてほしいっていうのをあのネタでやってましたよね。怒られる。最低って言われてました、ね。ごめんなさい、ね。ごめんなさいね。コメディアン、コメディアン、テレビでやんないですよ。その劇場でってことですよ。はい、いや、そうね。はい。ね、じゃあその2曲、うん、貼っておきます。はい。ね、よろしくお願いします。明日感想聞かせてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだね、こんなこと言っても残留争いがここよこびりついてとか強い酒でも煽って寝たいと思います。ありがとうございました。頑張れ、みんな頑張れ。ありがとうございました。